こんにちは、ごまおです。本日は、昇給率アップよりも、保険料率アップの方が高かったというお話、していきたいと思います。Why? Japanese people。この動画、悩める会社員を救うお金の知識伝えます、ごまおがお送りしていきます。先日ね、こんな魂のツイートをしてしまいました。この間、年に1回の昇給があった。入社12年目でついに2500円しかアップしなくなった。すぐさま社会保険料が上がって2600円アップ。 Why Japanese people おかしいだろって数年前の俺は言ってたけど、別に副業で稼ぐからええわと余裕ぶっこけるようになった。俺は変われた。こんなツイートですね。いや、このツイートね、いや、ちょっとね、いろんなね、感情がね、織り交ざっていて、まあ、なんか、ね、反応も良くて、とてもいいツイートだったかなと思ったんですけど、まあね、まあ、このね、時の内容のお話をちょっと深掘りしてお話していきたいかなと思います。まあね、このツイートから言える結論なんですけれども、まあ、副業やっててよかったなっていうお話なんですよ。まあね、給料ね、会社員の給料なんですけど、まあ、年に1回ね、昇給っていうのがあると思うんですけれども、定期昇給ってやつですね。なんか、まあ、ベースアップとかいうのもあって、まあ、それとはちょっと違うみたいなんですけどね。ベースアップっていうのは、なんか、まあ、その人個人じゃなくて、まあ、全員が上がるやつで、で、定期昇給っていうのはね、その人自身が、まあ、評価されて、まあ、どれだけ上がるかみたいなとこなみたいなんですけどね。で、まあ、5万の会社はね、まあ、その1年、一回程度の定期昇給っていうのがあるんで、その昇給率アップっていうのがありましたと。ただそのアップの幅っていうのはね、なんか年々小さくなっていくと、みたいな感じですよね。なんか、入社1年目とかはね、なんか1万円ぐらいアップしてたと思うんですけど、その幅がだんだん小さくなっていってね、今回なんと2500円ぐらいしかアップしてなかったっていうね、ことがありました。でもまあ、ごまの場合はね、一回うつ病で休職したりしてるので、まあ、そのね、影響というかね、まあ、査定みたいのがあるのかもしれないんで、それの分ね、下がってしまってるのかなっていうのもありますけどね。で、逆に、その社会保険料の方ですよね。健康保険料とか、厚生年金保険料ですね。ああいうものは、上がってるということで、そっちのね、保険料の上がり幅の方が、ね、大きくて、なんだ、手取りが少なくなってしまってるじゃないかというね、そういうね、悲しみというか、怒りというか、そんなのがあったんですよね。でも、そんな時にね、まあ、ただ怒るのではなくてね、まあ、余裕かませる状況に、今はね、あることの喜びの方が大きかったなというお話ですね。はい。で、まあ、昇給率って会社で違うよねっていう話で、まあ、その経団連のね、データをちょっと持ってきましたけども、まあ、先ほどの、ね、まあ、定期昇給のやつと、あとベースアップっていうのもまた、それで、まあ、それぞれ違うみたいなんですけど、まあ、それぞれなんか集計企業のね、まあ、それ200社ぐらいで、まあ、データ取ってるみたいなんですね。で、2014、15、16、17、18年とね、データ取ってまして、直近の18年のやつだと、まあ、定期昇給で大体平均、まあ、5623円、1年間に上げてるみたいですね。で、ベースアップも1399円上がってるみたいなんで、はい、で、まあ、月額にして大体、まあ、7000円ぐらいはね、1年間に上がってんじゃないかっていうね、みたいですね。引き上げ率が2.3%っていうね。どうですか、皆さん。当てはまりますか。まあ、なんか大企業とかね、まあ、東証一部上場企業とかだと、まあ、こうぐらいをね、目指してやってるところは多いのかもしれないですけどね。まあ、5万は中小企業なんでね、まあ、ここまでには至らずというところでしょうかね。というか、まあ、5万が全然これに届いてないというね、悲しみって感じですよね。10年以上働いてるのにね、どういうことやねんっていう感じはしますけどもね。はい。で、続きまして、まあ、社会保険料はね、上がり続けるっていうね、これね、もう、これは避けられないですよね。日本はね、高齢化が決まっていてですね、まあ、これからもうどん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 進むわけですよね。で、まあ、必然的に医療費などが膨らんでしまうと。まあ、結果、社会保険料は上がり続けるというね、このね、まあ、負のスパイラルといいますかね。もう、しょうがないですよね。もう、これどうやって避ければいいの？たらね、まあ、なんかじゃあ日本脱出しますかって言われたらね、まあなかなかね、ほとんどの人が日本なんて脱出なんてね、やっぱ考えにくいですよね。
ですから、まあ、ここら辺はね、もう許容するしかないというかね、感じですけど、まあ、じゃあね、対策はね、どうするかっていうね、ことなんですけど、あ、まあ、その前にね、これ、まあ、社会保険料は、あと、まあ、その、あのね、社会保険料率自体がアップするってこともありますけど、あの収入がアップするとアップしますよね。まあ、昇給額が少なくていいとしてもですね、まあ、5万みたいにね、まあ、今年2人目の子供生まれたんですけど、そうするとね、家族手当が増えたりするんですよ。うん、だまあその分、まあ、増えた時期はあったんですけど、それがね、増えると、まあ、総額、給与の総額が増えるじゃないですか。そうすると、保険料率アップしますね。はい。その結果、社会保険料率もアップ。はい。まあ、この2つの要因でアップしますよね。その自分の収入が上がれば保険料アップするし、まあ、その、ね、まあ、じゃあ老人増えたからって言って、その国が保険料率自体はアップすることもありますよね。そうすると、アップしていきます。まあ、どんどん増えていくっていう感じですね。はい、で今回は、その昇給率より社会保険料率のアップの実物の方が高かったと、まあ、たったの100円ですけどね、まあ、それだけどもう手取りが減って悲しいなという、ね、つぶやきでした。で給与収入しかない人はもう叫ぶしかないですよね。もうその下がった分取り戻せないんですからね。もう Why Japanese people って、ね、なっちゃいますよね。でごまは叫ばないと。なぜ叫ばなかったかというと、まあね、ですけど、まあ、まだまだね、給与の額に比べたら乏しいけれども、それでも月にね、最高7万円ぐらいですね、今ね、副収入を得られている状態です。で会社に頼らずにね、自分のスキルでお金が稼げているっていうのは、少額でもね、自信になります。配当金という不労所得があるのも大きいですね。まあ、その副業で稼いでるっていうのは、まあ、割と自分の手を動かさなきゃいけないんですよね。なんかブログ書いたり、この YouTube 発信したりですけども、まあ、こういう資料作ったりね、こうやって、喋るの録音する時間とかもね、必要ですけども、配当金に関してはね、もう実は自分はまあほとんど何もしてないです。買った後ね、自分の持ってるだけで、何もしないでチャリンチャリンとお金がね、配当金が入ってくるっていう状態になってますんで、それはすごく嬉しいなと思います。自分は何もしなくてもある程度収入がある状態、は今すぐ目指すべきかなと思います。で心が安定しますよ。やっぱりこういうね、なんかちょっと嫌なことっていうかね、お金関係のね、なんかちょっと減ったじゃねえかみたいなねこと起こっても、まあ別に副業で取り戻すからええわっていうね、そういうなんか気持ちになれますよね。達観した気持ちと言いますかね。うん。いや、怒りをね、会社に向けても何も解決しないんですよね。そうでなんか。怒ってもね、もし本当に気持ちをね、会社にぶつけてしまったとしてもね、なんだこいつってね、思われるだけですよね。実際変わんないですよね、実際ね、絶対ね。うん、だからそんなところにね、自分の力を、ね、熱量をね、加えるんだったら、もう副業、今すぐ始めるべきかなというふうに思います。まあ、結論をもう一回言うと、副業やっててよかったなと思います。昇給率アップ幅も小さくなり、逆に保険料は上がると、手取りが少なくなるようなこともあるでしょう。そんな時に起こるのではなくて、余裕かませる状況に今はあることの喜びを感じましたというお話でした。はい、以上になります。こんな感じでね、ごまはうつ病になりそうなくらい会社が辛い人、節約、米国株、副業で今を変えたい人へ体験談をもとに有益な情報発信をしています。このチャンネルね、いいなと思ったら、チャンネル登録とかしていただければと思います。でね、普段ね、まあ、会社辛いなとかね、もう、ああいうね、給料とか減りそうなね、感じになってね、嫌な思いとかする人多いと思うんですよ。なんで、ぜひね、そういう人たちのね、気持ちをね、ちょっと紛らわせてあげられるようなね、ものを発信していきたいと思ってますんで、まあ、ぜひね、ツイッターとか、でも、ごまんは日々のね、この日常のことをつぶやいていますので、今回もね、ツイッターの反応が良かったってことで動画にしてみましたけども、まあね、まあ、気晴らしになるようなツイートもあると思いますので、そっちもね、チェックしてみていただけるととっても嬉しいかなと思います。はい、この動画最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。